サンバーナディノは午後の暑さの中で焼けていた。空気は舌が火ぶくれになりそうなほど暑かった。私はその中を荒い息を吐きながら車を走らせ山に行き着くまでに気を失わないように車を止めてウイスキーを買いクレストラインまでの長い道を登り始めた。 15マイルの間に道路は5,000フィートの高さまで登っていたがそれでも涼しいというには程遠かった山道を30マイルほど走ると高い松の林がありバップリングスプリングスというところに着いた木造家屋の店が1軒と給油所があったが天国のような感じだった そこから先はずっと空気が冷たかったピューマコダムは両端と中央に銃を持った警備兵がいた私が最初にぶつかった警備兵は車がダムを通過する前に窓を全部閉めさせたダムからおよそ100ヤードのところにコルクのついたロープが浮いていて遊覧ボートが それより近くに来るのを遮っていた。そのような小さなことのほか、戦争はピューマ湖に大した変化をもたらしていなかった。カヌーが青い水の上をこぎ回り、アウトボードエンジンをつけたボートがエンジンの音を響かせ、スピードボートが生意気な若者たちが見栄を張っているように、 泡の幅を広げてカーブを切り乗っていた女の子たちが叫び声を上げて水に手を浸していたスピードボートが起こした波の中で釣りをするのに2ドル払った連中がいくらかでも取り戻そうとしきりに手を動かしていた道路は高い岩だらけの崖に沿って続いていて 雑草が生い茂る草原の下っていったところに野生のアイリス、白と紫のルピナス、ラッパ草、オダマキ、メグサハッカ、ゴマノハグサがまだいくらか咲き残っていた黄色くなった松の小が澄み切った青い空に高くそびえていた道路は再び 湖のところまで下り派手なスラックスと袋型のヘアネットと農民風のハンカチーフとラットロールと厚いかかとのサンダルと肉付きの良い白いももの若い娘たちが大勢目に入ってきた自転車に乗った人々が街道をゆっくりペダルを踏んで通り時々 用事ありげな顔つきの男がスクーターで走っていった。村から一マイルのところで狭い道が街道と一緒になり、この道は曲がりくねって山の中に戻っていった。街道の下の荒削りの木のて札にリトルフォーンコ一マイル四分の三と記してあった。私はその道を進んだ。 最初の一マイルは、ところどころにキャビンが散らばっていて、やがて、何もなくなった。ほどなく、ずっと狭い道が、もう一つ、私が来た道から分かれていて、もう一つの縦札に、リトルフォーンコ、指導、無断で入ることを禁ずると記されてあった。私は、クライスラーをこの道に乗り入れ、 大きな花こう岩がむき出しになっている道を走らせていった。小さな滝を通り過ぎ、黒い菓子とシデと万座にたがしげり、あたりは静まりかえっていた。青かけすがけたたましい声を立て、リスが抱えていた松かさを片方の手で押さえて、私を叱りつけた。 シンクの頭のキツツキが木の皮の中を探るのをやめて小さな丸い目の片っぽでしばらく私を見つめていてから木の幹の後ろに隠れ今度はもう一方の目で私を見つめた棒が横に五本渡してあるゲートのところまで来ると縦札がもう一つあったそのゲートを過ぎると道路は 二百ヤードほど樹木の間を曲がりくねって進み突然丸くそった木の葉に捕らえられた一くの露のように樹木と岩と野草に囲まれた小さな楕円形の湖が眼下に現れた湖のこちら側の端にむき出しのコンクリートのダムがあってロープを張り渡した手すりがあり横のところに 古い水車が取り付けてあった。その近くに樹皮のついた松材で組み立てた小さなキャビンがあった。湖を道路に沿って回った向こう側、近道をするならダムの上を対岸まで行ったところにアメリカ杉の大きなキャビンが水面に覆いかぶさり、さらにその先にそれぞれかなりの距離を置いて二つのキャビンがあった。 三つともカーテンを下ろし静まり返っていた大きなキャビンはオレンジイエローのベネチアンブラインドがついていて湖に向かって十二枚のガラス窓があった湖のダムの反対側の端に小さな船着き場のようなものとパビリオンがあったパビリオンの屋根に掲げられた古ぼけた木の看板に 大きな白い字で、キャンプキルケアと記されてあった。この環境の中で、キャンプとはどういうことなのか、私には見当がつかなかった。私は車を出て、最も近いキャビンに向かって降り始めた。キャビンの背後のどこかで、斧を振るう音が聞こえた。私は、キャビンのドアを叩いた。 おのの音がやんだ。男の声がどこかで怒鳴った。私は岩に腰を下ろしてタバコに火をつけた。足音がキャビンの角を曲がって聞こえてきた。しっかりした足取りではなかった。きつい顔の男が両場のおのを引っ下げて姿を現した。 たくましい体格で、背はあまり高くなく、歩くたびに、右足を少々強く蹴り、つま先で半円を描いて、足を引きずった。武将髭を生やし、落ち着いた青い目、白髪まじりの頭髪を伸ばしたままで、耳に覆いかぶさっていた。デニムのズボン、青いシャツから、 褐色のたくましい首が覗いていた。タバコが口の端から垂れ下がっていた。都会の人間のようなきっぱりした声で喋った。なんだね。ビル・チェスさんでそうだよ。私は立ち上がって、キングズリーの紹介状をポケットから出して差し出した。彼は紹介状を横目で見て、 キャビンに引っ込み、鼻の上にメガネを乗せて戻ってきた。丁寧に紹介状を読み終わると、もう一度読み返した。それから、シャツのポケットにしまい込み、ボタンをかけて手を差し出した。どうぞよろしく、マーローさん。私たちは握手をした。彼の手は、木材を磨くヤスリのようだった。 キングズリーのキャビンを見たいのですね。お見せしますよ。売るってわけじゃないのでしょうね。彼は私をじっと見つめ、湖の向こう側に親指を突き出した。売るかもしれませんね。と私は言った。カリフォルニアでは何でも売り物ですよ。まったくですな。あのキャビンです。 アメリカ過ぎのです。こぶだらけの松材が並べてあって、組み込みの屋根、土台に石を埋め、ポーチがあって、バスとシャワー、窓にベネチアンブラインド、大きな暖炉、大きい方の寝室には石油ストーブ。春と秋はストーブがなきゃ過ごせません。薪とガスのコンビネーションレンジ。 すべて一流の品物です。およそ八千ドルはかかってます。山小屋としては大金ですよ。それから水は丘に専用の貯水池があります。伝統と電話はどうなってますと私はただ会話をつなぐためのつもりで尋ねた。伝統はありますが、 電話はありません。今のところ、電話は無理です。電線を引っ張ってくるだけで、とんでもない金がかかります。彼は、落ち着いた青い目で、私を見た。私は、彼を見た。張りのある体つきではなかったが、酒のみのように見えた。皮膚が厚ぼったく、血管が浮き出ていて、目がギラギラ輝いていた。 私は言った。今、誰か住んでいるのですか誰も住んでませんよ。数週間前、奥様がいたんですがね、山を降りていかれましたよ。いずれ戻られるでしょう。キングズリーさんは、そう言ってませんでしたか私は、わざと驚いたような様子を見せた。なぜです夫人がキャビンについてるのですか彼は、 眉をしかめてから頭を後ろに反らせて大声で笑った。トラクターのエンジンがかかったような笑い声だった。その声は森林の静けさを突き破って響いた。こいつは大笑いだ。と彼は太い声で言った。奥様があのキャビンについてる。彼はもう一度大声で笑い、そして 口をぴたりと閉じた。本当にいいキャビンなんです。と彼は私を注意深く観察しながら言った。ベッドの具合がいいのかなと私は尋ねた。彼は体を前に乗り出して薄笑いを浮かべた。その顔に一発喰らわせてもらいたいのかね。私は口を開けて彼を見つめた。 今の一発はあまり早かったので、と私は言った。私の目には見えなかったよ。ベッドの具合がいいかどうか、どうして私が知ってるんだね。彼は腰をややかがめて、ドスの効いた声で言った。いざとなったらいつでも強烈なライトをぶち込める構えだ。あんたが知らないはずはなかろう、と私は言った。 だが、今は無理に聞く前私が調べればわかる。そうかね。と、彼は、苦々しそうに言った。デカだってことは、最初からわかってたよ。俺は、奴らと、アメリカ中のどの州でも追っかけっこをしてるんだ。お前さんが出てくる幕じゃない。キングズリーも、無駄なことをするぜ。あのっさん、 デカを雇って、俺がおっさんのパジャマを着ているかどうか探らせよってのか。いいかね、俺は片っぽの足がまともじゃないが、女だったらいつだって。私は手を伸ばして押しとどめ、彼が私の出した手を引き抜いて湖に投げ込まぬようにと祈った。私は、 あんたの女出入りを調べにやってきたわけじゃない私はキングズリー夫人に会ったことはないキングズリーにも今朝初めて会ったんだ一体何が気に入らないんだ彼は目を落とし自分を痛めつけようとでもするように手の甲で口をゴシゴシこすったその手を目の前に持って行って固く握りしめまた開いて 指をじっと見つめた。指がかすかに震えていた。悪かったよ、マーローさん。と彼はゆっくり言った。ゆうべだいぶ飲みすぎたんでね。今朝は頭がふらふらしている。一ヶ月一人でここにいるんで、どうにかなっちまったかな。一杯飲めば元気がつくかね。彼の目が。 私にじっと注がれて光った。持ってるんですかね私はポケットからライウイスキーの瓶を取り出して緑色のラベルが見えるように彼の目の前に突き出した。すみませんね。と彼は言った。ごちそうになっちゃ悪い。グラスを二つ持ってきましょう。それともキャビンの中に入りますかねここの方がいいね。 景色が素晴らしい。彼は突っ張った足を持ち上げてキャビンに入り小さなグラスを二つ持って戻ってきて私のそばの岩に腰掛けた乾いた汗の匂いがした私は瓶のキャップを取って彼のグラスにたっぷり注ぎ私のグラスには少なめに注いだ私たちは グラスを合わせて飲んだ。彼は酒を舌の上で転がして、かすかな笑いが彼の顔にささやかな明るさをもたらした。こいつはいけるな、と彼は言った。時々、どうしてこんなになっちまったのか考えるんですよ。ここに一人っきりでいれば、誰だって寂しくなる。仲間はいないし。 本当の友達がいない、女房がいない。彼は言葉を止めて視線をちらっと横に向けた。とりわけ女房がいないのがね。私は小さな湖の青い水をじっと見つめた。水面に覆いかぶさった岩の下で魚が一尾きらりと光って姿を現し、 さざ波が丸く広がっていった。軽い風が松の小を動かし、水辺に静かに打ち寄せる波のような音を立てた。女房は私を捨てて出て行ったんです。と彼はゆっくりした口調で言った。一ヶ月前のことで、六月十二日の金曜日だった。あの日は忘れられない。 私は体をこわばらせた。だが彼の空のグラスにウイスキーを注ぐだけの余裕はあった。6月12日の金曜日はクリスタル・キングズリー夫人がパーティーに出席するために町に出てきたはずの日だった。だがこんな話聞きたくないでしょうね。彼は言って 彼の輝きを失った青い目の中には話したくてたまらない気持ちがはっきり現れていた。私に関わりのあることじゃないが、と私は言った。君が少しでも気が済むのだったら、彼ははっきり頷いた。男が二人、公園のベンチで出会う、と彼は言った。神様について、 話を始める。そんなこと、見たことがありますか一番仲のいい友達にだって、神様の話なんかしない男たちが、ですよ。わかってるよ、と私は言った。彼はウィスキーを飲み、湖の水面を見渡した。あの女は、とてもいいやつでした。彼は低い声で言った。時々、 トゲのあることを言ったが、いいやつでした。私とミュリエルは一目ぼれでした。会ったのはリバーサイドのある店でね。一年三ヶ月前のことです。ミュリエルのような女がいるとは思えない店でした。私たちは結婚した。私はミュリエルを愛してました。夢中でした。だが、 私はあの女にはふさわしくないくだらない男でした。私は私がまだここにいることを知らせるために体を少々動かしたがその場の空気を乱したくなかったので何も言わなかった。手をつけていない飲み物を持ったまま黙って座っていた。飲むのは好きだが私を日記に使っている人間がいる時には飲みたくなかった。 彼は寂しそうに話を続けた。あんた、結婚ってものがどんなものか知ってなさるだろうどんな結婚だって同じさ。しばらく経つと私のような男は、私のようなどこにでもいる男は、女の足に触りたくなる違う女の足にね、いいことじゃないが、そういうものなんでね。彼は私を見た。 私は彼が言っていることをどこかで聞いたことがあると言った。彼は2杯目のウイスキーをぐっと飲んだ。私は瓶を彼に渡した。一羽のアオカケスが翼を少しも動かさずバランスを取るために止まろうともせずに松の木の枝から枝へ飛び移っていった。そうなんですとビルチェスは言った。 この縁の人間はみんな頭が少々おかしい。私もそんな風になってるんです。私はここにいて家賃を払わなくていいし、年金の小切手が毎月届くし、恩給の半分が戦時国籍になってるし、結構な身分なんです。その上、めったにお目にかかれないかわいい女と結婚している。それなのに、 いつもバカなことをしていて、それに気がついていない。あれのおかげさ、彼は湖の向こう岸のアメリカ杉のキャビンを指さした。キャビンは遅い午後の太陽の中で黒ずんだ濃い赤の色を見せていた。あの家の前の庭で、彼は言った。あの窓のすぐ下で、 私には一枚の草っぱと同じの自堕落な女が派手な格好をしてるんです。彼は三杯目のグラスを開けて瓶を岩の上に丁寧に置いた。シャツからタバコを一本つまみ出し親指でマッチを吸って立て続けに煙を吐いた。私はカーテンの後ろの泥棒のように 音ををを立てずに口を開いたたまま息をしただってそうでしょう。と彼はしばらく間を置いてから言った。私が浮気をするとしたらどこか家から離れたところで少なくともタイプの違う女を選ぶだろうと思うでしょう。だがあそこにいる女はそんなんじゃないんです。 ミュリエルと同じ金髪で、サイズも目方も同じ、タイプも同じ、目の色もほとんど同じなんです。だが、そこから先がまるで違うんです。綺麗だが、私には、他の人間に綺麗に見えたほどに、綺麗と思えないんです。とにかく、私はその朝、ゴミを燃やしに行ったとき、 いつものように仕事のことしか考えてなかった。あの女がピンクのおっぱいの先が空いて見えるほど薄いパジャマをまとってキャビンの裏に現れて気だるそうな声で一杯飲みなさいよ、ビル。こんないい朝にそんなに精を出して働くもんじゃないわ、と言った。私は 酒と聞いては目がないんで台所のドアのところに行ってグラスを受け取ったそれから一杯が二杯になり三杯になった頃には私は家の中に入ってた私が女に近づけば近づくほど女の目が寝室にいる時の目になっていった彼は言葉を止めて 私をじっと見つめた。あんたはベッドの具合が良かったかと私に尋ねて私が怒った。あんたに悪気があったわけじゃない。いろんなことを思い出させたんだね。はっきり言っておくよ。あのベッドは具合が良かった。彼は話をやめた。私は 彼の言葉を空中に漂わせておいた。言葉はゆっくり落ちて消え、後に沈黙が残った。彼は体を伸ばして岩の上の瓶を取りじっと見つめた。心の中で瓶と戦っているようであった。いつもそうであるようにウィスキーが戦いに勝った。彼は瓶を握りしめて、 喉を鳴らしてぐいぐい飲み何か意味があるようにキャップをきつく締めた石を拾い上げて湖に投げ込んだ私はダムを横切って戻ってきたと彼はすでにアルコールがだいぶ混じっている声で言った私は物事にあまりこだわらない何とかなると思ってる 男ってものは、こういうことを軽く考えすぎるんでね。考え違いをしていたらしい。どうもうまくいかないんだ。ミュリエルが話すのを聞いてると、あの女は声を張り上げもしない。だが、あの女は、私が想像もしていなかったことを私に言う。そうなんだ。全くうまくないんだ。それで彼女は、 君を置いて出て行ったんだね。私は彼が黙り込んでから言った。その晩でさ、私は家にいなかった。まだいくらか正気だったけど、家にいる気がしなかった。フォードに乗って湖の北側に行き、私と同じようなうだつの上がらない二人と一緒になって酔っ払った。 それで気持ちが収まったわけじゃない。朝の四時ごろ家に戻るとミュリエルがいなかった。荷物を作って出て行った。タンスの上に手紙が置いてあって枕の上にコールドクリームがあるだけだった。彼はオンボロのフル財布から端がめくれてる紙を取り出して私に渡した。 ノートを引きちぎった青い線のある紙に鉛筆で書いてあった文面はこうだ「残念だけどビルこれ以上あなたと一緒にいるより死んだ方がいいのミュリエル」私は手紙を返した「あっちはどうなった?と」と私は湖の向こう岸に視線を送って尋ねたビルチェスは 平たい石を一つ拾い上げて水の上に投げた石切りをしようとしたのだがうまくいかなかった <laughs> 何にもなかったと彼は言った荷造りをして同じ夜に山を降りてったそれ以来あの女に会っていないもう二度と会いたくない1ヶ月になるけど ミュリエルからは何の音沙汰もない手紙一本来ていない。どこで何をしてるかわからない。多分男と一緒でしょう。その男が私よりあの女を大事にしてやるように祈ってるんです。彼は立ち上がってポケットから鍵を取り出して振った。そんなわけで、 あんたがキングズリーのキャビンを見に行きたいのなら誰もあんたを止めません。くだらない話を聞いてもらってありがとう。それから酒をありがとう。これは返しますよ。彼はピンを拾い上げていくらか残っている酒を私に返してよこした。